はい、皆さんおはようございます。今千葉に戻ってます。昨日千葉に戻ってきて、今回はシャッフルアイランドの海の家の一日店長みたいなことをやるので戻ってきたんですけれど、今日パーソナルトレーニングあるので、金金ジムにね向かってます。結構ねこっち戻ってくること多くて、1週間前までいたんですよこっち。全然久しぶり感はないんだけど、せっかくなので動画を回そうかなと思います。お昼までパーソナルやって、その後自分のトレーニングして美容室行ってって感じかな。はい、カネキンジム到着しました。なんかこの空間に来ると落ち着く。なんだかんだ一番居心地がいいですね。というわけで今日も一日楽しんで頑張りましょう。沖縄に住んでから新規のパーソナルっていうものをやっていなくて、4ヶ月ぐらいかずっと新規の募集はしていなくて、ちょっと今まだ今後どうするか考え途中なんですけれど、本当にごめんなさい。結構ね大会前とかポージングとか、まあ、トレーニングなどなどすごいパーソナルで教えてほしいっていう方から連絡をねたくさんいただいているんですけれど、今はねちょっと動けていない状態なので、どうしても別のことやってるとパーソナルに時間を割く時間が、そうパーソナルに割く時間があまりないので、まあ、ちょっとその辺もろもろ今後考えていきたいと思うのでごめんなさい。というわけでまずはパーソナルトレーニングやっていきます。ありがとう。はい、どうぞ。シックススター。あ、美味しいよこれ。何味？ピンクレモネード。へえ。ゼロカロリー。おお、ありがとう。はい。どうですか？トレーニング頑張ってください。頑張ります。どう？調子？そう。うわ、マジで変わったね。あと5週間。5週間。Yes。楽しみだね。頑張ってください。楽しみにしててください。勝つんだ。言っちゃった。絶対勝ってない。勝てるよ。勝ちます。減量中はこれも0キロから。うーん、いいね。味美味しい。これ美味しい。上手だね、見つけるの。ね、レイジルって冒険するよね。うん、もちろん英語読めるから。いただきます。ああ、美味しい。美味しいっしょ。うん、フルーツポンチもあるんだけど、なんかラムネみたい。レモネードの方が美味しいかも。で、結構なんかいろいろ。はい、じゃあ今トレーニング終わって、ジムでプロテインシェイク買ってこれ飲みながら髪を切りに行きます。千葉でしかね髪の毛切ってないから、こうやって帰った時に切るしかないからね。まあ、でも髪の毛染めるかも。はい、内地の暑さは心地がいいですね。電車乗ります。色で見ると多分これぐらいにはなる。逆にさっきこっちの方が暑い。こっちの方が暑いですね。そう。
はい、ということで、髪を染めて、髪も切ってすっきりしたのでこんな感じかな。とりあえず帰りましょう。車の間は通り抜けできませんので。なお、トルコ最後大手橋霞ヶ関表参道江ノ島レストランサイコン。はい、じゃあ今海の家到着して T シャツ着替えてこれからちょっと皆さんとお会いしてきます。暑い暑い、沖縄とまた違う暑さでいい感じです。今日は一日楽しみたいと思います。行ってきます。やはり遅遅いよね。夏ダメだろダメすぎるでしょう。はい、一緒に行きたいと思います。すみません、遅れしますこちらです。そうなん、予定あるんや。元気だったデート。またね。また会おうね。またね。バイバイ。自分こっちで、こっちで持たないんすかコーラとこっちで。ごめんごめん、コーラとこれ。はい、乾杯。うっす。うん、おいしい、おいしい、おいしい、今のおいしいは絶対おいしい。上手だね。ありがとうございます。ありがとうございます。ガーリックトマトです。全然ファンの子たちと会うのにガーリックを無邪気に食べるっていう。これは手に焼きをちょっといただきます。持てないんでこれで、これで乾杯してもらおう。サプライナーのよろしくお願いします。銀河が来てくれた。Vlog ですか。いいっすね。銀河でも筋トレ頑張ってるよね。あ、最近めっちゃ頑張ってます。でかくなったもん。てかね、ポテンシャルが高いんだよ、銀河。あ、本当っすか。え、めっちゃ嬉しいっす。マジで。でも最近頑張ってるんで。あ、本物が来たっす。本物なんだ。あ、いいよ。そんなポーズないけど。それでは開けさせていただきたいと思います。3、2、1。はい、皆さんこんばんは。今ですね、もうすぐね日付が回ろうとしていて、もう11時49分です。ちょっとね今日はトレーニング行けず実家に帰ってきてゆっくりしてるんですけれど、もうね明後日には沖縄に帰ってしまうので今のうちに昆虫採集してと思って、もう7月じゃないですか、まあ、毎年僕は昆虫採集動画をね上げてるんですけれど、最近ね全然成績が悪いんですよ。良くない。あ、ごめんなさい、今ね髪の毛ね濡れてる。シャワー浴びてもう寝る準備万端なんだけど、いやここで寝たらもったいないなと思ったんで、シャワー浴びて髪濡れたままちょっと家から歩いて、まあ、10分ぐらいなんで向かおうかなと思います。まあ、ちょっとこの動画使えるかわからないんですけれど、っていうのも、まあ、要は樹液が出てるポイントがあるんですよ。だけどめちゃくちゃ草が生い茂ってて、その草たちが生えすぎてるとそこまでいけないんですよ。だからまあもしかしたら引き返して取れないかもしれないんだけど、まあ、せっかく来てるので、はい、チャンスは自分で作らなきゃいけないということで向かいたいと思います。今虫かご準備して、もう虫除けスプレーめちゃめちゃ体につけて、で心配なのがこのロンティーが白っていうね。虫は、まあ、ライトとか白いところに向かって、普通に信号無視したけど
まあいいや。虫はね、広い、こういう白いところにね、絶対飛んでくるんですよね。ただ白い T シャツしかなかったから、まあ、しょうがない。はい。でね、話変わるんですけど、今日江ノ島の海水浴場で、海の家の一日店長ということで、シャフルアイランド一緒にシーズン3出たメンバーのハリューと一緒にね、一日店長、まあ、店長というかね、うん、まあ、まあ一応一日店長っていうことで、朝の11時前から、夕方18時までいたんですけれど、もうひっきりなしに来ていただいてすごい嬉しかったです。まあ面白かったのが、その前日の土曜日は過去メンバーの女性たちが来たらしくて、一日店長ね、結構女性が多かったらしいんですよ、来てくれた方も。今回は9割ぐらい男性ということで、ほぼマッチョが来てくれた。もうめちゃめちゃ嬉しいね。すごい嬉しい。やっぱ同性ファンは嬉しいですね。もちろん異性のファンも嬉しいので、はい、僕もね、だから異性のファンを増やさないといけないですね。はい、女性ファンを増やさないといけない。というわけで、ちょっとカメラ持ってんのこれ重いから、一応棒ついてるんで重いんですよ。またポイントにつき始めたら回したいと思います。とりあえず、はい、今日一日本当に来てくれた方たちありがとうございました。本当に楽しい一日になりました。また来年とかね、まあ、今年また別のイベントとかあったらね、みんなに会いたいですね。はい、はい、着きました。こっち行きます。ちょっとまあ行けそうではあるんだけど、はい、頑張ります。マジでビビってる。うわ、めっちゃ虫来るよこれ。もうすでにハエが飛んできてる。うわー、待って、光に来るわ。あとライト変えよう。これじゃない、懐中電灯をね持ってきたんですよ。うわー、待ってよ、これねでかいから今置いていこうと思って iPhone で行こうと思ったんだけど、 iPhone のライト白い、これはねちょっとオレンジっぽいんで、これならいけるかも。というわけで、どうしよっかな、どういう画角がいいですかね。これで頑張ります。結構ね重いんですよ実はこれ。はい、行きます、行ってきます。ごめんね、見えないかもしれないけど僕はいます。何も見えない。マジでいる。いて。いた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 。カブトムシ。ちょっと探します。いろいろ。めっちゃいるんだけど。ここにもいるんだよ。めっちゃいる。めっちゃいる。見て。見える。え、やばいよ。捕まえるね、待って、相当取れた、やばい。ちょっと戻ります。クワガタ取りたかったけど、あ、もう一匹いる。待ってよ、メスが出てきた。見えるかな。え、やばいんだけど、やばくない？めっちゃ取れちゃった。なんかびっくりしちゃった。僕の中学生ぶりぐらいですね、こんなにいっぱい取れたの。ちょっと絶対いっぱいいたんだけど、なんせ暗くて全然見えなかったんで、カメラも懐中電灯も荷物もあってね、
ちょっと大変だったんで、とりあえずパパッと行ってパパッと出たんですけど、今家に大きい虫かごがあるからちょっとかわいそうなんで、早くそっちに移してあげます。はい、一旦家急いで帰ります。ちょっとかわいそう。はい、じゃあ、今30分ぐらいでね戻ってきたんですけど、めちゃくちゃ取れたよ。ちょっと数えていきますね。だいぶでっかいね飼育ケースがあるんで、ちょっと全然取れない。はい、一匹、二、三。すごいね、ちっちゃい子もいる。一、二、三。親指ぐらい。やばいやばいやばい、飛ぶ。今6匹。この子はねちょっと寿命がやばそう。8。この子もね、もう捕まえた時からすでにこの不節、この爪みたいなのがちょっと取れてしまってたんで、だいぶ弱ってる感じなんですけど、はい、これで10かな。10 11 12。これがクワガタのノコギリのメス、1匹いました。というわけで最終的に12匹捕まえました。この、まあ、最終時間なんて本当5分ぐらいだったんですけど、すごくない？すごいよ。はい、というわけで久しぶりに大成功ということで、はい、めちゃくちゃ嬉しい。もうかわいそうなんで、明日朝起きたら元の場所に戻します。彼らはね、ちょっとここに水を含ませたキッチンペーパーとか入れといて、また明日の朝話すって感じ。はい、そんな感じでした。すげえ夏を感じた。やったよ。とりあえずパパッとまたシャワー浴びて寝たいと思います。おやすみなさい。また明日。